国民の皆様、国会議員の皆様、菅直人です。この度国会の指名により内閣総理大臣の重責を担うこととなりました。国民の皆様の期待に応えるべく力の限りを尽くして頑張る覚悟です。長きにわたる閉塞状況を打ち破ってほしい。多くの方々がこの強い思いにより昨年夏政権交代が実現をいたしました。前総理の油断を受け政権を引き継ぐ私に課せられた最大の責務、それは歴史的な政権交代の原点に立ち返ってこの挫折を乗り越え国民の皆様の信頼を回復することだと考えております。一票の力が政治を変える、当時の強烈な体験が私の政治の原点となりました。政治は国民の力で変えられる、この信念を胸に与えられた責任を全うしていきたいと考えております。議員生活はミニ政党からのスタートでした。民主党の国会議員の仲間にも私と同様若くして地盤も資金もない身で身一つで政治の世界に飛び込んだ人たちがたくさんおられます。志を持って努力すれば誰でも政治に参加できる、そういう政治を作ろうじゃありませんか。私の基本的な政治理念は国民が政治に参加する真の民主主義の実現です。政治主導とはより多数の国民に支持された政党が内閣と一体となって国政を担っていくことを意味します。これにより官僚主導の行政を変革しなければなりません。広く開かれた政党を介して国民が積極的に参加し国民の統治による国政を実現する、この目標に向けて邁進いたします。私は新内閣の政策課題として戦後行政の大掃除の本格実施、経済財政社会保障の一体的立て直し、及び責任感に立脚した外交安全保障政策の3つを掲げさせていただきます。新内閣は強い経済、強い財政、強い社会保障の一体的実現を政治の強いリーダーシップで実現していく決意であります。私の内閣が果たすべき使命は20年近く続く閉塞状況を打ち破り元気な日本を復活させることです。その道筋はこの所信表明演説で申し述べました。あとは実行できるかどうかにかかっています。私は本日の演説を皮切りに順次日本を元気にしていくためのビジョンを提案してまいりたいと思っております。私の提案するビジョンをご理解いただき、ぜひとも私を信頼していただきたいと思います。リーダーシップを持った総理大臣、内閣総理大臣になれるよう国民の皆様のご支援を心からお願いを申し上げまして、私の所信表明演説とさせていただきます。どうもありがとうございました。